所属発表時に、明日が楽しみになるような人になりたいと語っていた平野は、その言葉通りキャリアを積んでいる。一番のサプライズは、大手飲料メーカーであるサントリーからのメッセージだった。祝電には、誕生日おめでとうの文字とともに、同社の水蔵27体の写真と、誕生日おめでとうと書かれた紙が添えられていた。このトリックは、平野監督の映画プロジェクトの新たな展開を示唆するものとして、ファンを感動させた。 サントリーは広告に多くのアーティストを起用しており、その中にはジャニーズ事務所からも多くのアーティストが起用されている。しかし、新たな境地に挑戦していた平野がサントリーの広告に抜擢され、業界の注目すべき出来事となった。ジャニーズをめぐる過去の問題で新規契約の獲得が困難になっている中、サントリーが平野氏を抜擢した意義は大きい。この動きに対し、ファンからは SNS 上で、 奇跡を起こし続ける人だ。声が聞けて本当に嬉しいなどと喜びの声が上がっている。人気は彼が広告業界で高く評価されていることを証明しています。新しい地図の一員である平野氏が広告業界に参入したことで、他の企業も新しい地図を広告に活用する機会が生まれたようだ。サントリーはコンプライアンスを重視し、厳格な企業姿勢をとっています。しかし、その一方で、 有名で優秀な人材は会社に関係なく積極的に採用します。平野氏の就任は単なる広告出演にとどまらず、コミュニティとの連携や新たなプロジェクトも期待されている。さらに、1月5日には高級ブランド、ルイ・ヴィトンとの提携を発表し、その独自の魅力を様々な分野に広げている。彼の広告業界への参入は多様性と豊かさをもたらし、コミュニティ全体に新たな活力をもたらすでしょう。 ヒラの仕様の今後の活躍に期待が高まる中、彼の挑戦的な一面がコミュニティに新たなインスピレーションをもたらすことは間違いない。ヒラの仕様が世界を舞台に躍進中、ルイヴィトンのメンズファッションショーへの出演や ELLE のアジアアンバサダー就任など、その存在感はさらに拡大した。そして、1月29日の彼の誕生日には、 夢がもうすぐ実現することを実感し、コミュニティ全体から多くの祝福を受けました。感謝のメッセージとともに、友人たちと撮った幸せな写真をインスタグラムに投稿し、彼の個性と多様性を見せた。所属発表時に、明日が楽しみになるような人になりたいと語っていた平野は、その言葉通りキャリアを積んでいる。 同志のインタビューでは数十年後に振り返った時に私たちのことを覚えていてもらえるような存在でありたいと語っておりファンとのつながりが最前線にあったことを示唆している一方で平野さんの活躍の陰ではかつてジャニーズ事務所の副社長の職にあった滝沢秀明の存在が大きい滝沢氏は芸能プロダクションを兼ねたニトベを設立し多くのタレントが所属している ジャニーズ事務所内でジェンダー問題がクローズアップされる中、滝沢氏の飛部設立は新たな風が吹いた瞬間と言えるだろう。また、ジャニーズ事務所の問題は長引いているようで、CM スポンサーや所属タレントの対処も懸念されている。一方で、ジャニーズを対処して起業した人たちは、事務所に縛られず新たな道を模索している。特に元スマップマネージャーの飯島氏は、スマップを国民的アイドルに成長させ、 その後新たな地図で新たな成功を収めた。ナンバー、愛のメンバーは映画界に進出し、それぞれの活動を展開しながら、それぞれの道を歩んでいる。このプロセスは多様性と新たな挑戦の重要性を強調し、コミュニティに新たな価値をもたらします。平野信洋さんのルイヴィトンとのコラボレーション、滝沢さんのニトベ設立、そしてナンバー、 愛人メンバーの独立した活躍はエンターテインメント業界に起きている変化を示しています。これらのイベントは単なるエンターテインメントではありません。